今回紹介していくのはイヤーポッズとかではなくてこちらになります。水月飴ムーンドロップの U2 という製品で、ムーンドロップさんから直接ね連絡いただき、今回ね送っていただけることになりました。でブレッシング3っていうねイヤホン皆さん知ってると思うんですけれど、あれもねゲーミングチームが確かさチーム人数分購入してなんか使ってたとかそんな話があって、まあ、僕も一応それ気になってて、その話もねさせてもらったらそれも使わせていただけるっていう話には一応なってるので、今後おそらくこのチャンネルでも紹介できると思います。で、まあ、今回はねU2 っていうインナーイヤー型イヤホン、まあ、開放型イヤホンになるんですけれど、まあ、それをね紹介していきますので、まあ、ゲーマーがよく使ってるねこれと比べてどうなんかっていう話をしっかりさせていただこうと思うので、ぜひ最後まで見ていただけますと幸いです。改めましてどうもダツです。いつも動画を見ていただきありがとうございます。ムーンドロップの U2 ね、まあ、パッケージがね相変わらずね可愛いよねこれね、絵がね描いてあってね、すごいいいなって毎回ね届くたびに思うんですけれど、まあ、ムーンドロップのなんだろうねこの箱だけはね捨てずにずっと置いてるっていうようななんか現象が起きてるんですけど、僕はね、まあ、ムーンドロップ製品何個今まで使ったかな、ランと、あとスターフィールド2、あとなんだろうな、タケニカ、使って、まあ3種類ぐらい使わせてもらってて、まあどれも良かった。まあ、スターフィールド2に関しては去年購入していまだに動画では紹介してないっていう、そんな状態ではあるんですけれど、まあムーンドロップ製品僕も信頼してるというか、まあ皆さんすごい人気があるから知ってるとは思うんですけれど、今回のそのねU2っていうのが4年間温めてたらしいです。インナーイヤーシリーズっていうのをさ確か2017年になんかフラグシップのモデルが発売されたらしいんですけど、まあそれから4年間温めて更新は中断してたらしいんですけれど、技術のなんかまあ蓄積みたいなのを今回してようやくまあこの第1弾としてこの U2 っていうのがようやく発売されることになったらしいです。まあ、僕は詳しい経緯はそこまで知らないんですけれど、まあそんな感じで聞いてまして、まあここでダラダラ話すよりも製品をね製品がどんな感じか見た方がいいと思うんで、早速ね中身見ていきましょう。はい、それではね中身見ていきたいんですけれど、中身はねもうこれが内容物になります。はい、まあ、すごいね特徴的な見た目してますよね。変わってるこれ、なんかね見た目からしてなんだこれみたいな、まあクラシックコンセプトらしいんですけれど、これがだからなんだろうな楽器みたいなのをイメージしてんのかなこれね、この形がね、インナーイヤー型をもともとすごい研究してたみたいなんですね、水月飴さんって。僕もなんかそういう歴史とかあんまり知らないんですけれど、まあ、というか僕はオーディオ歴浅いというか、もうオーディオが好きでこっちに入ってきてるわけじゃないので、どっちかというとあれですからね、ゲームで足音聞くためにどれが最適なんかなっていうのをさ考えてたら、まあ、こんな風になっちゃっただけなんであれなんですけれど、音楽聞くのも好きですけどね。でこれね中にはこんな感じでカードとか入ってるんですけれど、一応ね袋が入ってて、まあ、この中に収納できますよっていう風になってます。でお値段としては国内価格だと確か7000円ぐらいだったと思うんですけど、これ7200円ですね。いいイヤホンさんとかだったらもうなんか売り切れてるような感じで、初回入荷分は完売してるぐらいに人気みたいですね。でこれがスポンジなんですけど、僕はスポンジつけずに使う方がいいかなと思ってて、まあ、スポンジつけなくても十分ね提案が聞こえてきて、あこれでいいんじゃないのかなと思ったんで、そんな感じで今回はね使っております。でこれねリケーブルできるタイプじゃなくって、はいこれねこんな感じでもうケーブルつながってます。なんでリケーブルはできません。なんですけれどゲーマーの方はさ普通に 3.5 ミリ使ってる方も多いと思うんで、まあこれはほらねプラグね 3.5 ミリ挿して使えるような感じです。ただマイクはついてないんでそこは気をつけてくださいね。もちろんこれはオーディオ用のね製品になりますのでゲーミングではありませんということで、でこのね上には LR って書いてあって、まあ分かるようにはなってますね、どっちがどっちだよっていうのがね。はい、まあだいたいそんな感じです。でドライバーのねこれ大きさに関してなんですけれど、大きさはねなんか N52 マグネット磁気回路と CCAW 軽量ボイスコイル 14.8 ミリの大型のダイナミックドライバーっていうのが搭載されてます。まあかなり大きいですよね。まあこのタイプはねドライバーが大きいなって僕は思うんですけれど、はい、まあそんなドライバーが
搭載されてますが、どんな音が鳴るんでしょうって感じですね。まあそこが重要だよね、こういうことを話すんじゃなくって。はい、じゃあね、こっからちょっとつけてみましょうか。これね、まあ耳につけると別にね、このままでスポッと落ちる感じはないです。なんだけど、もうちょっとさ、なんかこの頭の部分っていうんですかね、ここが小ぶりでもいいんじゃないのかなと僕は思うんですけど、小ぶりでこの耳にちょうどはまるというか、もうちょっと多くの方の耳の奥までもうちょっと入るような感じになってもいいんじゃないのかなと思ってね。まあこれが伝統的な形なんだとは思うんですけど、なんかイヤーポッズっておそらくそれで受けてるんじゃないのかなと思ってて、こう耳にねつけた時の装着感かなりいいんですよ。まあこれもね、大きくないから、この頭の部分というかドライバーの部分、から僕はね、スポスポ抜けたりはしないんですけど、この水月飴さんの製品に関しては。他の製品ね、何種類か紹介したことあるけど、結構ね耳からすっぽ抜けるんですよ。それがなかったからよかった。ただイヤーポッズとこの装着感比べちゃうと、まあそりゃイヤーポッズの方が装着感自体はいいんじゃないのかなと思うところもあるので、あの形になんでしないのかはちょっと分かんないんですけど、今後そういう形のものが出てくるのかな、分かんないけどね。あの形でねうまく出したらね、多分ねトップ取れるんじゃないのかと思うんですよね。多分なんだけど、あの形で装着感がいいから使ってる方がいる。そして外の音も聞こえるし、こもった感じがしないから、使いやすい、疲れないってことで使ってる人多いんじゃないのかなと思うからさ。はい、まあそんな感じなんですけれど、ほなここからね、本題ですね。今回まあイヤーポッズと比べながら使ってみました。なんでまあその例の話をしつつやっていきたいなと思ってます。でスポンジに関しては僕は使ってないです。スポンジ使わなくても十分な低音が聞こえてくるんで、それはまあ大丈夫なんじゃないのかなと思います。どちらかというとまあ装着感のところでこう耳にうまくはまらなかった場合はそういうのを使ってもいいのかなと思うんですけど、僕はまあなくてもいいかなと思いました。で、イヤーポッズと、比較して使っていったんですけど、まあもちろんなんですけど、イヤーポッズと音質面で負けてる部分っていうのはもう U2 にはないです。はい、ゼロです。これはねもう完全に U2 の勝利って感じなんですけど、まあ当たり前かもしれませんが、イヤーポッズの音をずっと聞き続ける必要はさすがにないよなって思うレベルで、中低音がメインのチューニングなんですよね。で高音は控えめだけど埋もれてはない。でイヤーポッズは空間の音のねなんか締まりっていうのがなくて結構ボワボワするんですよ。だから分離がすごいね悪いんですけど、こっちはね混在しないように結構引き締めてくれてて、聞きやすくしてくれてるような印象を受けました。で音は開放型なんですけど、ややまあちょっとなんか閉鎖感があるような感じで、すごい広がっていくような感じではない。おそらく広がるようにすると多分ね残響の制御っていうのが難しいんだと思うんだよ。この形状でこう耳にはめてやるタイプだとカナル型だって普通に耳に突っ込むタイプだったら多分いけるんだと思うんだろうけど、分離を優先してのおそらくチューニングだと思います。結構ボワボワしちゃうからね。で筐体はまあ小型なんですけど、まあさっきも言った通りやっぱりねこのイヤーポッズのさこの形っていうのは装着感すごいよくって、これやっぱこの形でね作ったらね一強になりそうなんだけどね。なんかできそうだけどね今の技術だったらね。まあイントラコン化型とは言えないような形状になってるから、他のメーカーはまあ追従しないような形になってるのかなと思うんですけど、ごめんなさいちょっとね息子が入ってきました。いつもね娘が入ってくるんですけど、今日はね息子です。息子もねもうね2歳になるんでね結構でかくなったんですけど、ってことで何話しようとか忘れたんですが、まああれだけねこのさイヤーポッズってさ愛用者多いじゃん、多いんだからさ、どっかが音質改善版出してもおかしくはないよねって最近思うんですよね。まあ、これ特許とかあるんかね。穴2つ開けて、なんだろうな、装着感のいい形にして耳にスポッとはまるようにすれば耳からずれ落ちるとかそんなね不満の声もねなくなりそうなんですけどね。もしかしたら、まあ、特許とかあるんかなと思うけど、まあ、真相は調べてないんでわかんないんですけどね。やっぱまだ手がちっちゃいね。ほら手がちっちゃい。2歳になってないんで手がちっちゃいです。そんでもって話しとれたんですけど、上流ね、上流はねどれで聞いてもそこまで大きく変わらないかなと思うんだけど、ね K9 Pro とかで聞くと横に広がりすぎてちょっと何とも言えないような感じになるし、 3.5 mm しか選べないっていうのはまあスマホ直差しもね想定してるのかなと思うんだけど、
ただ音が被る感じは上流で結構防げるので、やっぱりあるに越したことはないです。何かしたしらの上流っていうのを使うのはね。んで、ゲームダックジェン2とかもね、今回使ってみたんですよ。使ってみたんだけど、AirPods よりはやっぱり索敵しやすいし、こちらの方が全然良かったですね。だからもうレベルが違う、比べるのが失礼なぐらいだと思うんですけど、そこまでまあ高価な上流っていうのを合わせる必要はないと思います。でこれのね使った時の定位なんですけど、まあ定位はね良好な上に、後ろの音もまあ分かるような感じならいいじゃんと思うかもしれないんですけど、前方のね奥行きがちょっと分かりづらいんですよね。なぜ奥に広がらないかは謎なんですけど、イントロ感覚はちょっとそれが難しいんかもしれないとか、まあ、僕が装着しているあの耳の形、まあ、僕の耳の形がもしかしたら悪いんかもしれないんですけど、空間をねちょっとどうやって作ってるのかわからないんですけど、まあ、自分の重要視している部分はちょっと足りてないかなって思う印象ですかね。でこちらのねU2 をね Apex X Defiant と共に検証はしてみましたけど、まあ、戦える水準ではあるんですけど、特別まあいつも使ってる7000円クラス8000円クラスでちょっと僕がおすすめしてるものと比べて使いやすいかと言われたらそうでもなくって、もうちょっとやっぱ奥行きの部分さえ良ければいい線いってたと思うんだけど、なんかね僕のやっぱり装着の仕方が悪いんかね、なんかね後ろの音はしっかり聞こえるんだけど前の奥行きがよくわかんないんですよね。ちょっと惜しいかなと思って、まあイントラコンカ型は本当に装着感で体験がすごい変わってくるから、その人のね、なんでそこはね結構難しい評価軸にはなってくるんですけれど、耳へのね収まりに関してはこれは結構いい方に思えたので、イントラコンカのゲームで使ういい選択肢にはなってくるかなと思ってます。でゲーマーはねイヤーポッズからの乗り換えにはねすごいいいのかなと思ってて、明らかにこっちの方がね聞きやすいから、ゲームダックジェン2とか使ってる人はぜひこれ買ってみてもいいんじゃないのかなと。まあマイクないけどね、まあ、マイクないけど、まあ PC ゲーマーの方とかだったら特にね問題なく他のねUSB マイクやら何やら使えるからさ、なんでいいのかなというところです。ちょっとあんた顔が映るよ。はい、以上がね使った感想です。はい、ということでここまでお疲れ様です。U にね使ってみたんですけれど、まあなんだろうね、スポンジつけんでここまで低音出るんだっていうのにちょっとびっくりしたかな。しっかり低音が出るし、低音が出ててもなんかの伸びる、そのなんかなんて言うんだろうね、残響感というかなんていうか、音が伸びてボワボワする感じは全然なくって、すごい使いやすいなと思ったので、まあなんだろうな、やっぱりこの耳が解放されてる状態で聞くのってすごい楽で、僕もこのさ形でさFPS ゲームですごい使いやすいやつが出るんだったらもっともっと押していくと思います。まあ、今回のねU2 に関しては全然ねイヤーポッズよりは良かったんですけれど、まあでも僕がその理想としてる水準というか、まあいつも使ってるさ耳につくカーナル型っていうのかな、その絵と比べるとまたちょっと変わってくるし、やっぱり聞こえ方が違うんで、そこがちょっと気になったかなという部分ではあるんですが、まあいい水準でねゲームはねできてたと思います。普通にね、まあ直差しとか想定して 3.5 ミリにしてるんだと思うし、まあ今後理系ケーブル対応のものでさ、もっとなんか装着感も良くなって音のさ感じ方も変わってくるようなちょっと上位モデルみたいなのがもしかしたら水月雨さんから出るかもしれないし、まあそうなったら期待したいですよね。なんかねあんまりイントラコンカって作ってるところがなくって、なんだろうな、とか耳の形状でおすすめしていいのかって思ってしまう部分もあるから結構体験変わってくるんでね。だから結構難しいところではあるんですけれど、まあ、水月雨のね、ユニに関しては、まあ、ゲームで使える水準はあります。一応、7000円クラスで考えれば、まあ、この形で考えると、全然まあ、ありではあるのかなって感じ。てかまあ大絶賛ってわけではないんですけれど、気になった方は買ってみてもいいと思う。てかまあ音楽をね、だらーっと聞くというか、結構リラックスした感じで、耳が窮屈に感じないような状態で聞くのにはすごいいいなと思ったんで、まあ僕は今後もねこれは机の上に置いてちょっとラフな感じで何かしたい時とかに使うようになるのかなというところです。という感じで今回のね動画は以上になるんですけれど、
今回紹介したムーンドロップのね、ユニに関しては動画の説明欄の方にリンク貼らせていただいてますんで、そちらからね、チェックしていただけますと幸いです。それじゃあね、内容については以上になるんですが、この動画ね、見て少しでも良かったよという方は、いいねボタンポチッとして一緒にチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。今後もね、こういった音楽用のイヤホンを、まあ、ゲームで使ってみたらどうなるんだよっていう話をね、たくさんやってますので、そういった領域興味持たれてる方はね、チャンネル登録とかだけじゃなくて通知ボタンも押していただければ、今後もね、末永くお付き合いいただけるんじゃないのかなと思っております。ほんならね、今回の動画は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。